はい、続きの自由な時間です。さあ、ホットトイズのスパイダーマンノーウェイホームのドクターストレンジをやっと開封しますよ。いやー、ごめんなさいね。あげる詐欺をしていました。で、見ていきましょう。スリーブを取ったらこんな感じと、大体はね、造形はね、あれと同じインフィニティ O のストレンジですね。これがあれだ、ピーターの記憶を消すための、まあ呪文のエフェクトですね。裏面はこんな感じ、本当に学生の頃の下敷きみたいな感ですわ。で、これがすごいんじゃない？台座。はい、ドクターストレンジと。いやー、いいね。で、これが暴走した、この、術がね、暴走した時にそれを閉じ込めたやつ。マルチバースの扉が開いても、僕らの知っている MCU の世界が消えかけた時、にこれに封じ込めたボックスですね。これあれでしょ、俺買わなかったけど、バトルダメージ版のアップグレードスーツにもついてるやつだね。で、それがこれと。なかなかじゃない？いいですね、これ。お、質感が本当にさすがだな。こんな感じになってたんだ。へえ、いい感じ。こういうことか。多分こういうこと。で、このエフェクトもね、よく見たらね、ほら、さっき見した下敷き、下敷きじゃない、あのエフェクトパーツ、まあ、これもエフェクトパーツだけど、とよく見たらね、呪文がね、うっすらと出てるんですよ、こうやって。いいなぁ、これ。ああ、はいはいはい。全然違った。こっちだわ。まず、これが、ここ。はい。台座つけたらこんな感じ。いやー、たまらんね。マジでたまらん。バリクソかっこいい。やば、映画のワンシーンだよ、こんな。本当にいいね、この台座。やば、本当にすごい。またこれ、こういう力ないって言われる最高だよ。いや、これ本当に、まあ欲を言ったらインフィニティウォーとちょっと頭部を差別化して欲しかったかなっていうのはあるけど、まあまあそこはね、いいでしょう。この並び、いいね。はい、ということで、ホットトイズから、スパイダーマンノーウェイホームのドクター・ストレンジの、まあ、家族開封をしました。いやー、台座がやばいね、本当に。もう、ノーウェイホームの感動がまた蘇ってきました、本当に。で、やっぱね、ブラック&ゴールドは、やっぱり好き。なんだかんだ言ってね、サムライビ版のスパイダーマン3のね、ブラックスーツは本当に、ちょっと刺さってしまってね、ちっちゃい頃から本当に、やっぱなんか、黒スーツっていいじゃん。ちょっと MCU から離れるけど、この仮面ライダークーガのアルティメットもそうだけど、アメージングマイティとかさ、あの、龍騎のさ、
優雅とかさ、ちょっとなんか中二心くすぐられっていうか、やっぱりいいんだよね。いや全然ね、普通のスパイダーマンも好きだけど、それにちょっと味が出るっていうかさ。で、ドクターストレンジも安定の出来栄えと。まあマルチバースオブマッドネスの頭部は違うから、それはちょっと期待してますね。ということで、まあ新年一発目の動画になりますかね。いやいや、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。通勤の自由な時間を、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。この他にもゲーム実況してるので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。では1000人目指して頑張っていきます。